東京に行くということ自体を、このタイミングでどうしようかということについてもですね、そういった意味では道民の皆様は正しい認識を持っていただいているかと思います。この週末に東京へ行くことに道民へ注意を呼びかけた鈴木知事。首都圏での急激な感染拡大が止まらない。現在東京都をはじめ神奈川県や埼玉県などが今週末の外出自粛を呼びかけている。毎週末多くの旅行客やビジネス客でにぎわう新千歳空港も利用客の姿は少ない。新生活始めるにあたって家具とかもいろいろ買い揃えなきゃいけなかったりとか、やらなきゃいけないこともいっぱいあるんですけど、ちょっと外出を控えなきゃいけないということで心配はしています。4月1日からの仕事もとりあえず自宅勤務になったので、まずは様子を見ながら家で頑張ろうかなと思います。物流への影響も出始めた。道内外を結ぶ飛行機が大幅減便となり、ヤマト運輸では中国、四国、九州地方から道内に発送する荷物に1日程度の遅れが出ている。そして道内で最も深刻な状況に直面しているのが観光だ。道は今後6月まで影響が続いた場合、3000億円の影響が出ると試算している。何が何でも本当に来てくださいっていうのも本当に我々正直思ってなくてですね、もし温泉でもゆっくり行きたいっていうような方がいたら、我々こういうことをやってますっていうのをちゃんとお伝えできればなと思って。道内でホテルや旅館を経営する7つのホテルグループの経営者らの会見。感染拡大の影響で各施設の今月の利用者は例年の8割から9割減っているという。現在館内の消毒を強化していることや、利用者の健康状態を把握するため健康チェックシートを記入してもらうなどの感染予防策を紹介した。今回は本当に予測がつかないというか、今までに本当にないぐらい売上が落ちてて、コロナ対策私たちの旅館しっかりやってますっていうのをまずは、お客様の皆様にですねお伝えすることがすごく第一歩として大事なのかな。インターネットの宿泊予約サイト、札幌市内のホテルは驚くような低価格が並んでいる。そんな中、普段宿泊しなければ使えないこちらのホテルですが、4月からは新たなプランが登場します。札幌市中央区の JR イン。テレワークや図書館の休館で自習場所を探す学生に向けたシングルルームの予約を今日から開始した。利用できるのは来月1日からで、平日午前10時から午後5時まで。料金は3500円となっている。昨年の3月と比べまして前年比で、今4割弱ぐらいまで落ちているような状況です。観光ですとかビジネスのお客様減ってますので、短い期間ですけれども今ご利用いただきたいなと思っております。